どうも、辰巳です。今回はビジネスはサボるほど稼げるという結構衝撃的なお話をします。もしかしてこのタイトルを見て今あなたはこう思ってませんか？いやいや怪しいよ。何言ってんだよ。たくさん働いた方が稼げるに決まってる。何もしないのに稼げるわけない。みんな頑張ってんだよ。サボるなんてふざけたこと言うな。まあそう思いますよね。その気持ちもわかります。ですが今回のタイトルで言っているサボれば稼げる。これは仕組みを作ってサボるという意味で、僕だけではなく売上100億を超える大企業の社長さんも皆さん共通して言っていることです。逆に言えば稼げる人はみんなサボってるんです。ただこの動画を見てる人の中にはそんなのどう考えたって無理だ、働かない仕組みって何なんだよ、どうやったらサボって稼げるのかわからないよという方も多いと思います。今日の話を聞けばあなたのビジネスいや労働に関する価値観がいい意味でぶっ壊れ、寝てても稼げる生活が現実味を帯びてくることを保証します。そして今回の動画ではサボるほど稼げる理由だけでなく、実際に1日たったの1時間しか働いてないのにコンテンツビジネスで年間6000万円稼ぐ僕がやっている寝てても稼げる仕組みを具体的に解説します。もしあなたが働いてばかりの人生を脱出したい、好きな時に好きなだけ好きなことをする人生を手に入れたい、人間関係のストレスから解放されて自由に仕事したい、そう思うのであればこの動画はあなたの人生をガラッと好転させる最高のきっかけになること間違いなしです。また今日話してること以外にもあなたの労働時間を減らして収入を爆増させる有益な話をしてますので、ぜひチャンネル登録もしておいてください。そしてこの動画の最後に大事なメッセージもあるので、ぜひ最後まで見てください。ではいきなり結論なんですけど、なぜサボった方が稼げるのかというと、自分の自由な時間が増えるからです。ん？どういうこと？って思ったと思うので細かく解説していきます。そもそもサボるというのは自動化するということです。仕組みを作ってその仕組みが勝手に動いて売上が出る状態を作り出すってことですね。これをやることであなたが寝ていても遊んでいても勝手に銀行口座にお金が入ってきます。超うさんくさい言葉ですけどね。さてまずビジネスで売上を上げようと思ったらこの4ステップが必要になってきます。1、自分を認知してもらう。2、将来のお客様を集客する。3、商品やサービスの必要性を教育する。4、お客様に商品を販売するです。会社の場合は 1,2 の認知と集客は広告や紹介でやります。3の教育と4の販売を営業マンがやるわけですね。ところがフリーランスなど個人になってくるとこの1認知、2集客、3教育、4販売、これを全部一人でやらないといけないわけです。となると鬼のように時間がかかるっていうのが簡単に想像できると思います。毎日 SNS をポチポチやってフォロワーを増やしたり、メルマガやブログを書いて YouTube 撮影して、やっと見込み客が集客できたとなったら、次は一人一人 Zoom とかで30分とか1時間使って商品やサービスの必要性を伝え営業するわけです。そこまでやっても数人に1人しか売れないわけですよ。めっちゃ非効率だと思いませんか？じゃあ会社員を辞めたい人が起業して副業からこの活動をしたら、考えるだけでも寒気がしませんか？これ全部自分でやるの無理じゃんと思いますよね。マジできついですよ。僕が会社員の時は自動化するという思考がなかったし知らなかったので、毎日5時に起きて20時まで働き、そこから21時に帰ってきて15分とかでご飯食べて、夜中の2時まで約4時間作業とかも電話営業とかしてました。なので3時間しか寝てなかったです。というのもあなたにもやれとか絶対に言いたくないので、今日お話しする自動化を知り実際にやってほしいということなんですね。そして自動化するとなんと1の集客だけやってれば勝手にポンポン商品が売れていくという魔法のような現象が起こります。 SNS で発信してるだけで売れます。苦手な営業だってする必要はありません。どうですか？こんな魔法使いたくないですか？では僕がやっている自動化とは何かを解説します。それがコンテンツ販売×自動化です。自分が作った商品サービスが営業活動しなくても情報発信だけをしていれば売れていく、そんな夢のようなビジネスモデルです。しかも僕のような何のスキルも知識もなかった凡人でも作り出せたビジネスの中でも割と簡単な分野に入るやり方です。まずコンテンツ販売のビジネスって何なの？って思ったかもしれないので、ここから細かくお話ししていきます。そもそもコンテンツ販売とはお客様の悩み解決の手段を動画などでパッケージ化してオンラインで販売するビジネスモデルです。オンラインで完結しているだけで本や塾、料理教室、英会話教室も同じくコンテンツ販売の一種です。あなたが過去に解決したい悩み、そしてその悩みを解決するためにやったこと、実際に結果を出せた時のノウハウだったりを動画にする。これだけで商品が完成します。その完成した商品を悩みを今抱えていて解決したい人に対してのみ販売する。これがコンテンツ販売です。さて、では話をコンテンツ販売×自動化に戻しましょうか。僕がやっているこのやり方を解説していきますね。どういう仕組みになっているかというと、結論、ネット上に自動化
動で売れる仕組みを作っているだけです。どんな流れで商品が売れるかというと、まず僕はインスタグラムやツイッターで情報発信をしています。それも適当に発信するんじゃなくて、時間の自由を手に入れたい人のためにそのやり方だったりを発信します。そしたらそれを見つけた人が僕に興味を持ちます。これが認知のステージです。ここまでは手動、ここからが自動です。次に僕が発信している内容に共感したり、ブログ記事を読んでファンになってくれたり、自動化の必要性を感じてもっと知りたいとなり、公式 LINE だけでしか配布してない1時間20分の動画を見に来てくれるわけです。これが集客のステージですね。そして公式 LINE と L ステップという外部ツールを提携させているので、登録してくれた人には毎日順番に決まった文章が流れます。価値観を共有したり、自動化のノウハウをシェアして、実際にその仕組みを作りたいと思ってもらう発信をします。これが教育のステージですね。この後、あなたのこんな悩みが解決し、こんな未来が手に入るサービスを開始しますと告知してセールスをするんですね。すると本当に必要だと思ってくれる人のみ届きます。これが販売のステージです。僕がやっているコンテンツ販売×自動化はマジでこれだけです。正直いろんな人の販売動線を研究するだけで売れる文章は書けるようになります。この重要なライティングについてもまた別の動画で解説しますので、楽しみにしてください。さて、ここまでは僕が作っている自動で売り上げが上がり続ける仕組みについて解説しました。でもちょっと待てよと、そう思いませんか？やること多くね？これめちゃくちゃ時間かかるやんけ。もしかしたらここまで聞いてそう思ったかもしれません。確かに自動で売れる仕組みを作るためにはかなりの労力がかかります。その代わり、一度作ってしまえばあなたが発信しているだけで勝手に商品が売れ続けます。そしてできた時間で一つもう一つと仕組みを作って、ほぼ手つかずで売れ続ける金のなる木を複数本立てることができます。一回作ったらマジで崩れにくいので、すごくおすすめです。逆に言えば簡単に稼げるものほど簡単に崩れる、そう思っておいてください。とはいえ、仕組み作りってこれだけ労力がかかるのなら初心者には難しくないと思われたでしょう。確かに全部自分でやるのは難しいかもしれません。 SNS での発信、 YouTube の投稿、公式 LINE の発信、 L ステップの設定、ステップメールの文章作り、商品の作成、動画編集、販売ページの作成、顧客のサポートなど、やることが山積みです。うわーってなりますよね。だから人にお金払ってでも外注してお願いした方がいいものもあります。最後に何を人にお願いして何を自分でやればいいのかをご紹介します。まず人にお願いすべきことですが、 L ステップの設定、デザインの作成、以上です。以上。あなたは今そう思ったでしょう。なぜ僕がそれ以外は自分でやった方がいいと思うのか。これには2つの理由があります。1、経験したことであれば何が良くて何が悪いかが分かる。2、最初からお金をかけすぎるとそもそも活動が継続できなくなる、です。特に1に関しては大事です。例えば動画編集したことないのにクオリティが高いか低いかって分かりますか？文章を自分で書いたことないのにいい文章なのか下手な文章なのか分かりますか？無理ですよね。無理なんです。なので最初は自分でやることをお勧めします。さっき外注しろと言ったデザインですら最初は自分で作ってみてもいいと思います。確かに時間はかかります。僕も最初に仕組みを作った時はフリーランスで時間的な自由があったのにもかかわらず、仕組みを作るのに毎日朝から晩まで12時間作業して3ヶ月もかかりました。ですがおかげで今ではクオリティが高いものを自分でも生み出せるし、外注さんに的確な指示もできるようになってます。おかげで売上が最大化できるということです。何でもそうなんですが、お金をかければ解決するという思考は危険です。最初は時間を切り売りして自分でやり、その大変さを知ってから外注していきましょう。道のりは少し長いですが大丈夫。ここまで動画を見ている本気度がめちゃくちゃ高いあなたなら絶対にやりきれます。普通の人って本当にちょっと見て無理だってなっちゃうもんなので、あなたには可能性しかないですよ。応援してます。僕は2017年にビジネスを始めてすでに5年以上活動してますが、うまくいった経験の方が圧倒的に少ないです。そもそも仕組みだって3ヶ月毎日12時間も作業して作ったのに、数ヶ月間売上10万円もいかなかったんですよ。時給何円やねんって思いません？でもね、時給で考えちゃダメです。時間もお金もビジネスは先行投資の考え方、そのかけた時間をお金がどれだけのリターンをもたらしてくれるか、それを常に考えていくことです。僕がこの動画で仕組みの効果がどれだけヤバいかをお伝えしたので、あなたがこれから情報発信をして自分の商品を作り販売して自動化する、そこまでいけた時どれだけ楽な生活が待ってるのかもう想像できると思います。でも作るのは時間もかかるし、結構しんどいこともあると思います。それでも諦めないでほしいです。結果を出すまでに諦めたら積み上げたものはゼロになりますが、結果さえ出せば最高の財産、経験となってあなたに爆発的な成長、そしてお金をもたらしてくれます。そのサポートを全力でしていくので、チャンネル登録してこれからもついてきてください。では今日の復習です。サボった方が稼げる理由イコール、自分の自由な時間が増え、さらなる収入を柱を立てるための動きができるから、そして自分がやるべき仕事にも集中できる
できるので生産効率もアップするからです。では次、ビジネスで売り上げを上げるための4ステップ。1、認知、2、集客、3、教育、4、販売。そして自動化する場合、2から4、販売を仕組み化する。次いきます。最初は外注せずに自分でやった方がいい2つの理由。1、経験したことであれば何が良くて何が悪いかが分かる。2、最初からお金をかけすぎるとそもそも活動が継続できなくなる、という話でした。概要欄から登録できる公式 LINE では、1日1時間労働で年間6000万以上の売り上げを上げ続ける僕が、稼げない 90% を脱出して稼げる上位 10% の人材になるための本質を伝える、がっつりノウハウを丸出しにした1時間20分のこちらの動画セミナーを無料でプレゼントし、さらに他にも豪華無料コンテンツを計4時間分無料で配布しています。稼げない人からいち早く脱出したい、今のままの自分は嫌だ、いろいろ勉強したけど稼げなかった、でも自由な生活を手にしたい、場所や時間にとらわれず仕事したい、働いてばかりの人生をもう脱出したい、というあなたはぜひこの動画の下の概要欄から登録してもらってください。そして他にもこのチャンネルでは、ストレス社会で働く毎日にうんざりしているあなた、家族や恋人との時間を増やしたいあなたに向けて、働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけ分かりやすく一生懸命教えています。時間や場所にとらわれず好きな人たちと過ごしながら自由な人生を送る方法が知りたい方は、動画を見逃さないためにもぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークもタップお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。